俺はこの日まで毎日が苦労の連続だった。だがこの日、俺の運命は変わったのだ。そう、今日からはさらに凄まじい苦労の連続と。顔も名前も思い出せねえけど、その約束だけは覚えてて、持ってればまた会えるんじゃねえかと思ってな。10年経った今でもたまに昔の君の自慢話をする。昔君があの子の病室に置いていったガラクタも今でも大切に持っているんだ。言ってあげたら、ちとげ。私がこうしてあなたとたくさん話ができたのは、何もかもあの坊やのおかげよ。8月15日、今日はうっかり庭の隙間に落ちてしまった。暗くて狭くて泣いてたら、彼が助けに来てくれた。彼は私が泣いてるといつも来てくれる。俺はお前の言う通り鈍い人間なのかもしれない。ってくんなきゃ人の気持ちなんて分かれしねえ。お前のことは正しいと思ってるけどな、俺はお前が本当にしたいことをすべきなんじゃねえかって思ってる。俺はお前を応援するぞ。いつも人のことばかり考えてて、困った人を見るとほっとけなくて、自分のことなんてすぐどうでもよくなって、そしてその人が喜んでくれたら自分も一緒に心から喜んであげることができる。そういう人なの、一条くんって。今日はラーメンをおごってあげましょうか、この私があんたごときに。え、どうしたんだよお前、熱でもあるのか。なんでそういう発想になるのよ。だって普段そんなことありえない。ええー、嘘。